クラースヌイカフカースは、ロシア帝国海軍の軽寿命艦、スベトラーナ級の一隻として第一次世界大戦前に建造された艦である。当初は、アドミラール・ラーザレフとして寄港したが、建造途中の1926年12月14日に、艦名を、クラースヌイカフカースと変更された。本艦は、ロシア帝国海軍が、国会の紹介任務に使用するために建造が、 承認された艦である。本艦は当初は1 3トル単装速射砲13機を搭載する軽巡洋艦として設計されたが、建造途中に新型1 8トル砲4門を搭載する強力な火力を持つ大型巡洋艦として改め設計され、それに伴う改修が行われた。右舷側から撮影された本艦本級の船体形状は還元の高い。 朝鮮首脳型戦隊でしのげなみ性は良好であった。全く視野のない監視官板上に主砲の18センチメートル速射砲を単装式の砲塔に収め、背負い式で2配置機、下部に司令塔を組み込んだ多装式の環境構造を基部として頂上部に即興御所を持つ三脚式の前、小柱が立ち、その背後に日本煙突が立つ。その周囲は、 関西艇置き場となっており、関西艇は日本一組のボートダビットが、片言二組で計四組により運用された。原則甲板上には、国産の 6.3cm 広角砲が、単層砲がで、片言二機ずつ、計四基を配置したが、後にイタリアから輸入した 10cm 広角砲が、連装砲がで、片言二機ずつ、計四基に換装された。 二番煙突の基部から甲板一段分差があって、原則甲板上に 53.3cm3 連装魚雷発射管を片原に木ずつ、計4機を配置していた。二番煙突の後部から関西艇置き場となっており、簡素な三脚式の水を基部として、トラス構造のクレーンが一機が付き、それで運用された。後部乾板上に1 8トル単素砲塔が、 後ろ向きに背負い式配置で2機配置され、甲板の完備側に、嫌いの投下機場が並列に2機を完備まで、設置されていた。写真は、クラースヌイカフカース、まだ10センチメートル連装広角砲は、搭載していない。後方に見えるのは、ガングート急戦艦、パリスカやコンムナ時代のセバストーポリ。本艦の手法は当初は8インチ単装砲4機の搭載を予定していたが、 造船局は関係的に大型すぎると判断し、代わりに新型のパターン 1931-18cm 速射砲を採用することとし、先の研究時に開発された新設計の砲塔構造に収めた。甲板部は元設計時の 13cm 単素砲よりも重量のある 18cm 砲塔を配置するために補強工事がなされた。 本艦の手法の性能は重量 97.5kg の砲弾を行角49度で37,130メートルまで届かせることができた。不行能力は行角60度、不角5度で旋回角度は船体守備線方向を0度として左右180度の旋回角度を持つが実際は上部構造物により制限された。 この砲は大行角での対地支援任務を考慮されており、最大行角60度から深く5度まで幅広く装填できる自由角装填形式であった。発射速度は毎分4発である。写真はクラースヌイカフカースの原則に2機配置された 10cm 連装広角砲。本艦の広角砲は収益時にはパターン1 9 1 6 6 3トル。 炭素降車砲を採用した。その性能は、重量 4.04kg の砲弾を、行角20度で、射程6804メートルまで、行角80度で、最大射高6000メートルまで届かせることができる、性能であった。これを炭素砲がで4機を搭載。砲がの不行能力は、行角80度、不く5度で、旋回角度は、露天では360度の旋回角度を持つが、 実際は、上部構造物により制限された。収益後に、イタリアのオト社製の、オト九百三十年型ミニジに十センチメートル広角砲を採用した。性能的には、イタリア艦に用いられた十三点八キログラム砲弾よりも重い十五点八キログラム砲弾を、行四十五度で一万八千五百四十六メートル、最大行八十五度で一万メートルの高度まで、 到達できた。旋回と浮行は、電動と人力で行われ、360度旋回でき、浮行は、行角78度、深く5度であった。発射速度は、毎分12発だった。これを連装砲がで4機8門を搭載した。さらに1 0トル降格砲を補助するために、パターン1 9 3 5 7 6 2トル降格砲を採用した。 その性能は1 1 9キログラムの砲弾を行角45度で1 4 6 4 0ル最大行角85度で9 5 0 0ルの高度まで到達できた。旋回と不行は電動と人力で行われ、360度旋回でき、不行は行角85度、深く5度であった。発射速度は毎分15から18発だった。これを単素砲画で、 片面1機ずつ、計2機を搭載した。写真は、クラースヌイカ・フカースの 4.5cm 単装機関砲。他に近接戦闘用に、パターン 19324.5cm 機関砲を単装砲がで4機、イギリスから輸入した、ビッカーズ 12.7mm 機銃を単装砲がで4機を装備した。さらに手法では、 対処できない相手に53.3センチメートル3連装水長魚雷発射艦を4機装備した。機雷風座任務用に機雷120発を完備部に搭載した。1913年10月18日にスベトラーナ休憩巡洋艦の一隻としてアドミラールラーザレフとして寄港し、1916年6月8日に浸水するも進捗率63%で10月革命への 影響で1917年に建造停止された。1919年1月25日艦名を、と改名、戦隊は、比較的無傷であったために、ソビエト海軍は本艦を、大型巡洋艦、クラースヌイカフカースとして改名後に建造を再開し、1932年1月25日に、巡航された。1932年5月に防護巡洋艦、 コミンテルンに追突し、艦首を損傷した。この時の修理の折にしのげな未成改善のために、艦首形状を11メートルほど延長された。1933年にトルコ、ギリシャ、イタリアへ表敬訪問した。1940年に航空兵装を撤去し、対空火器を更新し、新たに45ミリメートル機関銃を単装砲がで4機を追加した。 ありがとうございます。